毎日とても忙しいです。月曜日は歌おう会、火曜日はそして合奏と歌おう会、そして水曜日はコーラス、木曜日は合奏、金曜日は歌おう会と、そしてコーラス、土曜日はハンドベル。1ヶ月に8回ぐらい皆さん の, あのお年寄り の, あの歌声のところに行ったりします。この世の中に音楽がなかったら生きていけないかもしれない。3人娘がいるんだけれど も, もう家の中でも車の中でもなんか喋るか歌うか食べるか一番下の子はあの小学校の時にあの大きな病気をしました。悪性リンパ腫といってね、血液のがんだったんですね。だんだんと実感が湧いてきて、すごくショック受けて、もしかしたら死んでしまうかもしれない、もうどうしようどうしようどうしようっていう感じだったんだけど、私がその落ち込んで、もしかしたらまたひどい状態になるかもしれないとかって希望を失いそうになった時に、私を助けてくれるのもやっぱり音楽でした。音楽によって嬉しくなったり、力をもらったり、慰められたり。音楽は神様からの贈り物だと信じています。町立聖堂イエスキリスト教会はそれを私に教えてくれています。音楽はその入院中もとても私たち家族を助けてくれて、それを乗り越える力をくれたのは音楽とそして信仰でした。今も元気です。わお私は母親です。私は妻です。音楽は希望と幸せをくれるということを信じています。私は中村智子です。そして私はモルモンです。